ちなみにこれは B 確定です。マジですか、めちゃ詳しいっすね。沖縄のこれ6確定みたいな。そうそうそう、朝一。それは2人にやったいやダメです、皮を破りましょう。じゃあ早速ですね、早速でもないけど、はい、チェロさんに大花火を打っていってもらおうかなと思うんですけど、はい、今回用意したのは大花火30、30、どっち正式30ですかね。まあ要するに30杯仕様の大花火でございます。これここは大花火になってますけど、はい、サーティーなんですね。あ、ちょっと待って、おっと、あれこれ大花火サプライズ、これごめんなさい、ちょっと待って、リプレイその時カーって鳴くんで。じゃあ大花火でただいいですか、いいですか、はい、全然いいですよ。この大花火は裏門です。あ、いいですね。どんなバージョンですか。それは内緒ですけど。あ、内緒なんだ内緒でってことで打ちますか。いいですね。ちなみに僕の大花火打ちのも怪しいバージョンですよ。なるほど、はい、ちょっといろんな意味で怪しくしてあるんで、多分うちのとは違うと思います。うちのはバンバンバージョンなんです。バンバンバージョン、128以内とかで10連ぐらいする。おー、あのノーマルか裏かよく分かんないような連チャンで一撃で5、6000枚ぐらい。なるほどなるほど、出るバージョン。なるほどですね。あの、はい、これだけ台があるのに、はい、やっぱ大花火っていうのもいくらなんでも芸がないというかチェロスがそれでいいのかみたいな自問自答もあって、はい、せめてサーティーっていうリクエストだったんですよね。なるほどなるほど、だから全然別に一緒ですから、ゲーム性はゲーム性はね、いいっすよ、すいません、行きましょう。はい、はい、お願いします。はい、まず音ちょっとちっちゃい、うん、ちょっと大事な音が、ね、げようか、ちょっと音ごめんなさい、あげます。はい、間延びお願いしていいですか。間延び、いた間延びを出してほしい。間延びって成立ゲームだけでしたっけ。成立ゲームだけだけだ、はい、気がつくかな。それのさらに何パー、5パーだっけ、新選考です、うん、そこそこ間延びですか。出ればね、気がつくと思いますけど、あ、出ればとか見てれば、喋、りながら打ってるとね、ボスさんこそ間延びとかよく気がつくんじゃないですか、うん、もう聞いてたらもう絶対すぐ分かるでしょう、うんうん、あのチェロスさん、大花火は思い出は。はい、あの4号機のパチスロ最高峰だと思ってますよ、はい、あの好きな台は僕神竜2、はい、チェリーバージョンが、はい、人生一番好きなパチスロなんですけど、はい、こうパチスロ機としての完成度はもうこいつだと思いますね。なるほど。あとやっぱこれの素晴らしいのは液晶画面を使っとらんっていうことですよね、うん、であとドット とかも使わずにこのアナログなハチマキリールとリールだけで面白さを表現している、うん、完璧なハチマキリール、フォースリールの使い方ですよね。そう、もうこれ以上は想像できないし、うん、まあ、これまでもないですよね、ここまで素晴らしいのはね、うん、キャンセルができればね。あ、フォースリールのキャンセル、うん、回りっぱの時ぐらいじゃないですか、うざいの、うざいというか、うん、いや、まあ、思ったんですけど、はい、通常時ハサミ派なんですね。あ、そうなんです。で、僕絶対基本左下じゃない、ごめんなさい、中段にバーで、はい、で滑って、うん、外れ目で嬉しい気持ちになるっていう、はい、そういう打ち方ですね。あの、なんでかっていうと、もともとは僕最初はこっちのチェリーの方だったんですよ。あの上に山がついてる、はい、あったあった。で、こっちだとチェリーをこう、はい、角で取らないと損じゃないですか、はい、要は7上で止めちゃうと2枚になっちゃったり、2枚っていうか中段になっちゃうんですね、するんで。ただ僕この本当はこの青7右上がりの二角がめちゃめちゃ好きで、クランキーコンドルが大好きなんで、上段青点をオマージュしたこの青点をずっと狙って打ってたんですよ最初は。だけどやっぱこのバーン狙いの方を知ってからは、まあこっちのがいろんなバリエーションがあるので、うん、ゲーム性の幅は広がりますよね。間違いないですね、それは。
この右上がりが出た時の快感のインパクトは素晴らしいんですけど、やっぱこうワクワクドキドキしながら打つ分にはこっちかなと、まあ、あと目押しも楽っていう、あのチェリーはもうほぼ4枚で取れるじゃないですか、まあ、あとテロオンが出た時に、この下段にバー止まった時に、はい、右をこうどこを狙うかとかね、はい、っていうのもこう ワクワクしたり、うわこれ斜め山かあたりですね、おりゃ来た来たわ、ピタッてきましたね、ピタッてきましたね、はい、当たっちゃった、おめでとうおめでとうございます、間延び出なかったですけど、まあまあまあ、まあ、全然いっぱい当たってもらって大丈夫、いいですか、はい、お、サマイ上げていく、あ、そっか、あ、でも青点出す、あのね、ちょっと思ったんですよ、うん、ちなみに僕が大好きだったのがこの、なかなかでもで、なかなか出ないんだけど、4コマ滑りだと出るの、4コマ滑りか、中段ビターですね、あ、そうですか、あ、中段ビターも、その2個しか確かできなかった気がします、中段ビターでも止まります、止まります、あ、すげえ変な滑り、ちなみにこれはビッグ確定です、マジですか、めちゃ詳しいっすね、めちゃ詳しい、俺全然知らんかったです、そんなのえ、はい、今じゃあ目押しミス？ミスじゃないです。制御です。制御で、めちゃ詳しいっすね、スロキチさん。これビッグ確定です。マジか。はい、でこれ握れる中段に、はい、青ならビタするとそこに止まります。だからもう最高のビッグ確定。おー、すげえ。ここで止まるんですか？はさみ打ちして七山リップから左リール挟んで右リール中段赤青ならビタ、それで上が500以上だったらビッグ2角です。へー、確かそれはでも成立プレイ限定ですね、マジっすか、確か結構詳しいライターになった方がいいっすよ、ね、これそれでは本当大花火好きですごいっすね、一本だけあの大花火僕が打ってるっていうあの動画だけはあるんですけど、うん、本当大好きだったんですよね、もう一回やろう、でもあ、滑っちゃうな、大体ね、滑るんですけどね、ビタ押しするとでも絶対止まるわけじゃないんですか、絶対止まるわけじゃないです、4コマ前はどこだ、4コマ前が4コマ前って何でしたっけ、4コマ前は見れば、あ、これがちょっと秘密の、あー、あー、なんか出た、沖縄のこれ6確定みたいな、朝一、ね、嬉しいやつだ、はい、いやこれをね、いつか自分も見てみたかったですよ、本当ですか、そう、だって沖縄で当時打ったことなかったんですよね、はい、これ憧れましたわ、あのマッパチさんの漫画とかでね、はい、何でしたっけ名前、なんとか目、なんとか目、この色が変わってる、告知ランプ色変わる、赤目かなんか、赤目、赤目ね、赤目を、赤目、すごい沖縄で流行ってて、うん、ね、あ、そういうことですよ赤目4コマ手前からじゃあ狙ってもらう、やってみます、バー中段、単独バー、単独バーですね、それか、それこれですね、あ、これね、これ止まるんですよね、うん、こうなっちゃうんですよ、あ、なるほど、結局その大花火の頃 の、 この中段中リールのチェリーって山こぼしの目じゃないですか、大役みたいな、大役、そうそう、綺麗な目ですけどね、本当止まんないっす、ね、そう止まんないんですよね、はい、いったー、いったー、やっときこれが好きこれビッグ確定、これ違います、これ共通です、ビッグ確定ではない、共通、はい、で右リール中段青七でビッグ確定です、下段でバケ確定です、右中段青で、はい、ビッグ確定で、ビタで、ビタで、でこれビッグ確定です、これいい、それはいいこれ超かっこいいです、至極、1個滑ったらもう、バケ確定です、ちなみに青七派か、あのドンチャ派、あ、揃えるとき、青七派、青七派、おー、はい、あ、僕は青七派でしたね、え、ボス、いや、どっちでもいいですけど、どっちでも多分世間的には多分ドンチャ派の方が多い、あ、そうかもしれないですね、うん、あ、そうか、そうですか、あ、違う、あ、1枚上げで結局ドンちゃん滑ってきちゃうから、それで滑っちゃうんですよ、あれか、あのバーチェバ、バチェバの、あ、そうですね、バチェバの頭、バーの、ちょっとじゃあ1枚掛けは次のボーナスでやりましょうか、はい、何個マスじゃなきゃいけないっていうテーブル表は、あ、ちょっと来た、来た、いきます、
はい、美しい。最高ですね。はい。いや、こんな簡単に15枚もらえるんだっつうね。そうですね。当時は、はい、板外しは、はい、保険かけてやってましたよ。外れてた。外れてた。え、マジか。あ、違う。10枚だ、はい。これあのビッグ中に外れ止まったら設定6に打ち替えっていうサービスだったら6ですね、これ。え、そんなのやってるとかありました？あの、ありました。イベントで711はよくありましたけどね。はい、そう、711はね、うん、ありましたね。これツバメ返しするとあの取りこぼすんだよ。あのパン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 って狙えるじゃないですか、一周押しできない時、はいはいはい、それやると外れてた時は取りこぼしちゃうんだよ。強い。でもその10枚取れたら、あ、そっか、でもあれが揃ってなきゃいけないか。そっかそっか、上外れて出して中押ししたから取りこぼしちゃったって言えそうですけど、見た目揃ってなきゃダメなんですかね。6打ち替えは、はい、2枚開けしたら外れてたりとか、そういう悪いこと考えるいなかったかなと。確かに、はい、そうですよね。だからその店ではツバメ返しできなくなっちゃうんですね。ちょっと練習やってみて、それはやった方がいいよ。大丈夫。大丈夫ですよね。遅めは大丈夫。遅めは大丈夫。遅めはできてるから。そうそうミスらないと思うんだけどな。え、14か。14はこれは。いや、大丈夫。俺はミスらないから。あの当時ホールだと、うん、ちょっとこう胸の谷間出したエロそうな熟女とかに頼まれるとミスったりやってましたよね。頼まれたことある？あの押してっつって、ようありましたよ。ビタ押しやってですか？ビタ押しはちょっと、はい、責任取れないですよね。いや、でもミスるんすよ。いや、ミスでも私がやるよりはいいからっつって、全然それでもね、ごちゃごちゃ言われたことはないけど、かっこ悪いっすよね。なんちゅうことを頼むのと思って。確かに。頼まれると言ったら、うちの嫁が打っててビッグ中、いわゆるジャックインになった時に後ろから何打ってるんですかって走ってきてポンってビタ押しで外す女の子がいたんですよ。すごいね。だとんでもない拍子の入れで走ってきてポンであのビタ押しで外す。そういう女の子がいたんです。すごいな。いや、だからそういう女の子って世の中には本当に、いや、変態いますよね。本当にやべえやついいんだ。すごい、あれは本当。お、ちょうどいい。あ、いいね。本気になったぞ。いや、そっちなんだ。やっぱさ、あのこう狙いすぎるとダメだね。ちょっとでも遅めだったらまだあの許せる。遅めは早めは絶対許せない。今のは決めなあかんよ。人として、人として。いや、でも立ちながらだから、ほら、そうそれはそう、ちょっとね、やっぱ正面から見てやりたいです、はい、そうね、それはもう本当に。でもさっきの女の子は走ってきてポンだからね。すごいよね。あの子はすごい、すごいな。いや、今だったら絶対できますよ。いや、こんなミスらないんだけどな。ねえ、本当に怖いわ。収録怖いわ、本当、ね、というわけで、というわけですね、はい。
ちょっとじゃあ面白い目が、はい、なもうちょっと僕大花火の通常時をハサミ打ってる人って、はい、あんまり、うん、あのその現役の頃は見たことなかったんですよ。逆にハサミ打ち以外見たことないです。俺も本当ですか。もちろんバー狙いですよ。バー上段狙いで中段まで来てそのハサミ。そうそう、予告なしでですよ。いやなしで、なしで、常にハサミです。常にハサミ打ち。これ地域差ですよ。地域差ですね。そうですね。当時どちらで打ってらっしゃる。あ、そうなんですね、うん、ほぼ。あ、じゃあ都内は、都内はハサミですよね、みんな。マジっすか。はい、へえ。だから、あれ、有賀さんどっち、ハサミですか。都内切り替えてた、やっぱり。あ、気持ちのあれで。あ、でも確かにテロンってなった時だけでもいいですよね、別に。まあまあまあ、よく考えたら、うん、左中段花火だったらもう別に徐行しても。そうそうそう、だから、うん、そっか、だから、あ、その吉さんでもやっぱその順押しでっていうのは、はい、順押しのが楽しい出目とフォースの絡みがあったってことですか。横行になった時はハサミがやっぱ多かったんですよ、はい、で通常時は中の滑りの制御がめちゃくちゃ面白かったっていうイメージがあって。なるほど。だから順押ししてたからと思うんですけどね、多分。ハサミだったらまたハサミの魅力があったと思うんですけど、はい、ハサミだと結構二角が多いんですよ。ああ、それはある。あの、それこそハチマキとの絡みでってことじゃないですか。はい、もちろん。あの、例えば通常時も、通常時だったら挟んで右下段バー止まったら二角、はいはい、ゲチェナ二角、うん、そうね、じゃないですか。ドンちゃん爆上二角じゃないですか、うん、はいはい。だから二角が三つあるですけど、はい、ですよね、多分、うんうん、多分ですよ。もっとあるかもしれない、多分そんな感じだと思うんですけど、うんうん、チューリールだと、二角になるのがバーからの中段バチェバの下のバー系が、バーがチューリール中段斜めバーテンパイですよね。左下段バーチューリール中段バーですね。バチェバの方の下のバーですね。 それが1個の上で二角でほぼバケなんですよね。で、その二角が多分、あとは中段山ですね。だから、チェリー山、チェリーめったに止まんないけど、それぐらいしかなかったんですけど。恐ろしく詳しいですね。あの、他の台も結構こんな感じなんですか。やっぱソロ吉さん結構詳しいです、ね、詳しい。いや、俺も動画ちょっと 見てきたけど全部見てないんで、はい、そう、全部こんな感じだったらすごいっすねって思って。そんなことはないですよ。でも打ち込んだのは特別。大花火は打ち込まれた。大花火、アステカとか、まあこの当時のアルゼ系は多分かなりすごいなぐらいです。そのハサミ、確かにハサミも面白いですね。ゲーム性追求するなら確かに順押しで滑りを楽しむっつうのはありですよね。おお、やばい、びっかくですね。枠上ドンスからな。あの、しびれる。これはやばいですね。至極のパターン出ました。やばい。ふおってなるやつですよ。これはこんな目めったに出ないですね、はい、いや僕あの特に4号機の頃とか3号機の頃って出目が、はい、あの重力をポンって出してくるっていうのを感じてて、はい、今のまさに G が来ましたね。体がパチーンってなる。わかる気がする。今おーって言ったんだけど、はい、全然入ってるかどうかわからないです。え、なんで。大花火を知らないから。あ、そう、やばいですよ、まずだって。これどこまでリーチ目なんですか。まあ、リーチ面はそうです。まずこれリーチ面、まず言うてもこのドンね、はい、枠上で、これで二角なんで、ハサミでも、ハサミで、順押しでも、順押しでも当たりです。だから要するに枠上にドン、左下段場合で右枠上にドンがいたらこれはもう当たり、うん、しかもかね、この三尺で三尺外れてから、うん、さらにね、あ、まあフラッシュはまあまあ、まあ、でもうだから三尺は子役以上なんで、はい、これが外れた時に、うおっ、G 来る。1尺以外は子役以上だから、あ、そう、だから1尺以外が出て子役外れはもう取りこぼしがない限り暖かくです。至極の G 目ですよ、これ。で、チューリール、枠上に7がいるんで、これでビッカク。ビッカク、おお。ちょっとじゃあ1枚掛けっていうのね、やりましょうか。あれでしょ、真ん中にバー、チェ、バー狙うやつ。上のバーを中段、中段にベタすると、上がバー止まればバーだし、あの、ドンちゃん来ればビッ、これ リプレイ。
これでビーチ。はい、気持ちいいですね。はい、気持ちいい。これね、だから俺ドンちゃんですけど、ほとんど揃えたことがないっていうのはそういうこと。あ、なるほど。至極ですね。これすごい。これ、はい、やりましたね、よく。あの右下段ビタですね。はい、ちょっと、ボスさんのビタ押し見たいなぁ。あれにしません？ 3 人でちょっと交互にやってみましょうか。あ、いいですね。酒飲んだ状態で。いいですね。お酒から入るからね、やっぱり。いやいや、ちゃう。それやろ。それはもう。ちょっとあの、ジャックイン8回あるじゃないですか。うん、何回ちゃんとバー止まるか対決しませんか。いいですよ、いいですよ。じゃあ3回分ってことですね。3回分でね、はいはい、じゃあそうですね、あのなんか勝負ですから、あ、なんか何かをやっぱあれしましょうか、うん、指定した芸能人の全力のモノマネとか。あ、いいよいいよ、全力モノマネ。全力モノマネ、それは2人でやったんですか。いや、ダメです、ダメです。ソロキチさん、いやどうでしょう、ソロキチさん皮を破りましょう。新しいソロキチさん、そう、いやいや、こうやってだんだん ね、 この状態でね、演者の階段を上がっていくんですよ、ソロキチさん、はいはいはい、やりましょう、はい、どうやったっけ、こっちからか、ボスさんならミスらんよ、普通に考えて。よしよし、これでもさっきの目押し力を見るにつけ、うん、この人ミスらんすよ。ミスらん、ミスらん。いや、ちょっと待って。え、いやー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。